どうもビールジンの柿谷です。本日ですねちょっと皆さんにお話しさせていただきたいなと思うのですね、実はなんかねこの、よくねまあコメントとかでもそうなんですけど、もうこんなガリガリなやつが買いたくないとかね、なんかもうちょっとそんだけやってんだからもっとでかくなれよとか、プロテイン売ってるんだからとかよく言われるんですよ。そこはねもう否めません。おっしゃる通りだなと思います。もっとこう体がでかかったり、こうもうキャッてこうねボディの選手だったりすると非常に説得力あるなと思うんですけれども、もちろんまあ筋トレはね皆さんご存知の通りやってますし、で実はねこのプロテインをさあ販売しようという時にもうまさにそこ考えたんですよ。実は僕その独立する時にまあスポーツのレッスン DVD の製造販売、今もやってるんですけど、そっちで最初スタートしてね、でその時にもともとテニスショップで勤務してたんですよ。テニスショップに勤務してテニスの営業回ったり、あと夜はテニスのコーチやってたんですよね。だからそんな筋トレゴリゴリっていうよりももう普通にテニスプレーヤーでだったんですよ。でそこからスポーツレッスン DVD の製造販売の会社を立ち上げて独立したわけなんですけれども、その時に万が一食べれなかったらまずいなって思ったので、結構体のことは好きだったんですよ。実は僕テニスの時に腱鞘炎になったり、テニスエルボーテニス肘やったりしてですね、怪我も捻挫したりとかね、まあ怪我もまあそんなハードな怪我はなかったんですけど、いくつか怪我もして、辛い思いもしてきたので、だからそのトレーニングとかにも興味あったし、体のね解剖学的なところにも興味があったんですよ。でそれで勉強したりもしてたんですが、でそこで万が一 DVD で食えないとダメだなと思ったんで、カイロプラクティックの資格を取ったんですよ。でカイロプラクティックの資格を取って整体師として結構出張でね整体回ったりも昔はしてたんです、独立した頃はね。だけどまあこうもう1日に10人ぐらいしかできないし、どうしようかなって悩んで、結構固定のお客さん突き出したんですけど、固定のお客さんついちゃうとまた迷惑、もしそっちの DVD の方でやるってなったら迷惑かけちゃうなと思ったので、もうこれいい機会だからもうこの際やめようと思って、で整体やめたりしてたんですよね。でそんなことがあってやっぱり体のことは好き で、まあ、たまたまね DVD の方がビジネス軌道に乗って、でまあ心技体でいきたいなと。だからこのメンタルトレーニングとか心理学の勉強もしてたんですよ、コーチングとか。でそういう資格も持ってたり、そういう勉強もかなりしてきたんですけれども、でまずそれで技術は DVD で習得してもらえると。で心の部分は僕がそうやってメンタルトレーナーであったりとか、コーチングしたりとかっていうことでできる。そしてそういうカウンセラーとかそういう人たちの DVD なんかも出してたので、メンタルもケアできる。じゃああとはフィジカルだっていうことで、そこでプロテイン始めたんですよね。でトレーニングの DVD なんかも出し始めて、でそこでフィジカルだということでプロテイン売り出したんだけど、じゃあボディビルダーとかね、ガチでボディメイクしてる人に向けてプロテイン販売するわけじゃないですか。そう考えると、いやこうロクスポトレーニングって言ってもテニスのトレーニングをちょこちょこってやったぐらいの僕がね、まあいくらテニスコーチでそういう指導者としての経験はあるとしても、それでもなんかこう偉そうなこと言うのどうかなと思ってですね、だからまずしっかり筋トレもやり始めました。で、体重に関しては実際ね、そのやり始めた時と今と比べてあんま変わってないんですよ。実はね脂肪がたっぷり乗った73キロだったんです、体重がね。でそこからトレーニング始めてぐーっと減って65キロまで落としたんですよ。64キロだったかなぐらいまで落として、そこからまたバルクアップしていって73キロまで戻して、でまた絞って65キロまでやって、またバルクアップして80キロまで行って、で今また75キロぐらいまで落としてる最中なんですけれども、だからちょうどねこの YouTube 再開したのが今年なんですけど、多分ねその頃始めた頃ぐらいは80キロぐらいあったんですよね。だからまあ徐々に絞れてきてるなということで、まあまあそれはいいんですが、まあ、そんなこんなでね、まあいろいろやってるわけですよ。でトレーニングもしつつ、もっとこう、まあ、箔をつけるっていうと語弊あるんですけれども、最低限の知識は知ってないとダメだと。サプリメントとか栄養に関しては勉強してだいぶいろいろ学んだんですけれども、トレーニングの経験が浅いからこれじゃダメだなっていうことで、トレーナーの資格をね、まあ、これ一つ持ってるのがそうなんですけど、ネスタっていうね、全米エクササイズ、トレーニング協会かな、ネスタさんの資格を取ったりですね、であと日本ハイインテンシティトレーニング協会っていう、ね、ヘビーデューティーですよね、マイクメンツァーの、あのヘビーデューティーのあのトレーニングの資格なんかも取ったりしました。で
まあ、そういうねいくつかトレーニングの資格を取ったりで、もちろんトレーナーの方といっぱい話もしたし、パーソナルもかなり受けました。いろんな方の、日本中の有名だって言われる方のパーソナルは結構受けました。で、まあ、関東で有名、関西で有名みたいなね、まあ、その著名な方を受けてですね、まあ、そういう、有名トレーナーの方の考え方っていうことも、あ、こういう人たちはこういう立ち位置でこういう視点で物事を見てるのか、でこれぐらいトップのレベルの人だったらこの辺りの目線で見てるのかっていうことも、まあ、なんとなくね、あの把握もできたし、でトップアスリートで今まではいろんなジャンルの、まあ、サッカーとかバレーボールとかテニスとか野球とかね、まあ、そういうプロ選手とかそういうトップアスリートとかたくさん会ってきてるんですけれども、まあ、そういうトップアスリートとまた別でトップボディビルダーとかね、トップフィジーカーとかそういう人たちっていうのは今まで面識がなかったわけで、だからまあこの業界に入るにあたってそういうトップのボディメイクのプロたちですよね、ともたくさん交流を取ってですね、まあ、彼ら彼女たちがどういう考え方、どういうメンタリティで取り組んでるのか、そしてどれほどタフなトレーニングを毎日進んでるのかっていうことをたくさん勉強させていただきました。ということで、だからね、体に関してはね、やっぱりなかなか1年2年ではつかないっていうのもあるし、あとこれはもう言い訳なんだけど、まあ、仕事との兼ね合いもあるし、まあ回復もあってね、なかなかやっぱりその回復だからね、分かるんですよ。その40代、まあ、僕今年45になりますけど、40代の方が回復しないっていうこともなるほどと、よく言ってるのはそういうことかっていうのも分かったし、で逆にその若い人たちがダブルスプリットでねガンガンやっててもいけてるっていうことなんかも、僕もまあ20代の頃テニスでねプレイヤーとしてやってたわけですから、だからあの時と比べたら彼らはとかっていう、そういうところもね過去の自分とこう照らし合わすことで感覚値が読めたりもするし、あるいは中学生とか高校生とかからいろいろご連絡いただくこともありますが、そのあたりで言うと昔はあのデジタル回線とかだったわけですよ、ね、同年代の方は覚えてらっしゃるかもしれない、あのテレ放題ってありましたよね、昔夜の11時になったら電話がつながるっていうね、横でスタッフが同年代のスタッフがうんうんって言ってますけどね、で、まあ、そういったものでやってたから、あの画像ですらろくにダウンロードするのは時間かかるみたいな時代だったわけですよ。インターネットつながるのも途中で切れちゃったりとかね、だから今の携帯なんかよりもずっとスピードが遅かったわけですよ。でそんな時のインターネットと今と比べると、今の若い人たち、中学生高校生とかね、大学生もそうなんですが、彼らが情報をそれインターネットから得るっていうのはもうめちゃくちゃ早いわけですよ。だからその今の彼らが得ている情報っていうのも分かるし、昔の人がそうやって情報を取るのが難しかったっていうことも分かるし、なんかその間でね、こっちのこともこっちのことも分かって、今自分はここにいるっていうところからも、あ、こういう今の人たちで、僕らはやっぱりインターネットを活用することが多いので、やっぱ SNS も全部一通りねやってたりしますし、だからそういう若い人の気持ちも分かりつつ、僕らと同年代かそれ以上の人の感覚も分かるっていうようなところで、だから常にねいろんな人のセンスに触れれるように、いろんなことをやってるわけだから、トレーナーの資格取るっていうこともトレーニーの気持ちを分かるために、そしてトレーナーの気持ちが分かるために、自分がトレーニングやってるっていうのもトレーニーの気持ちが分かるためにですしね、でプロテインも海外のものも飲みました。日本のものもたくさん飲みました。で、トレーニングもこれはちょっと体調崩れるなっていうぐらいまでやって、あ、これぐらいやると熱が出るんだとかね。これぐらいのペース、これぐらいの頻度、これぐらいの負荷で、これぐらいの日数やると発熱するんだとか、一日中体だけじゃなくて頭もだるくなるんだとか、でやらない日が続くとどれぐらいやらなければ体がムズムズするんだとかね、いろいろあるじゃないですか。だからそういったことも一つ一つ経験として、積んでいってるわけですね。だから今がそれ完璧にできてるのかって全然完璧じゃないですよ。なんですが、まあぜひね、そのまあなんとか皆さんの気持ちに添えればなということで、いろんな努力をしているということです。でこの YouTube なんかもそうでね、ぜひお買い求めいただいている皆さんとですね、最近はスタッフが、最初の頃は僕がね試飲会行ってね、ずっとこう、僕の写真のこのタスキでね、Bレジェンド柿谷ですっていうタスキの写真とか、あ、そうですね、月母とかアイアンマンとかあの辺に載ってるのかな、あの写真あると思うんですけど、昔最初の頃はあれでずっと僕全国試飲会回ってたんですよ。
だけど今はまあそのスタッフも入ってね、スタッフにやっていくようにって言って指導してやってるんですけれども、だからお客さんとなかなか触れ合う機会が減ってきてるので、だからまあこういったね、あの YouTube なんかを使って皆さんとまあ交流が取れればなと思って、まあ SNS は引き続きやってるということです。はい、ということで、まあ何の話だっけ、結局何、あの何の話だったっけなんかね、そのそうそう、資格持ってんのとか、なんかガリガリだなみたいな話とかあって、まあそれもまあ、あの確かにあのご心配にはなると思うんですよ。やっぱりそのね、もう筋骨隆々のビルダーがですね、いやこのプロテインビルジェント最高だぜとかっつって、腕回り45センチぐらいあるようなねビルダーが言ってる方がなんかリアリティあるかもしれないんですけれども、やっぱり僕はあのもうそういう人のことでなければ信じられないっていう人は、それはもう逆に言うと僕どうしようもないですから、逆に僕なんかは、まあ、やればできる、やったらできた、ね、あの先日あの B レジェンドファクトって書籍ですね、 あれも1万人ぐらいかな配らせていただいて、で、読んでいただいた方からの感想とか聞いてると、やっぱりその今僕が喋ってるようなことがよく分かったっていうご感想をたくさんいただいて、すごい良かったっていうことでね、あのなんか予想以上にいい反響をいただいてですね、だからやっぱ改めてなんかこういう話もね、あのたまには必要かなと思ってさせていただきました。はい、ということで、まあ、あのもちろん筋肉あるより、あ、ないよりある方がいいんじゃないかなとも思うし、トレーニングやらないよりやってる方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、僕に限らずね、やっぱり初級者から上級者までいるわけですよ。だからその初級者でまだガリガリだからダメだとか、あのまだ筋肉ついてないからダメだとか、トレーニングまだ始めて1週間だからダメだとかっていうことじゃなくて、逆にね、もうマッチョだからいいとかね、あのもうトレーニング歴20年だからいいとかっていうわけでもないわけですよ。だからあの結局このトレーニングを通じて自分が自己肯定感を持ててね、自分の体が大きくなって、要は成長ですよね、筋肉の意味の成長もあれば、メンタリティとしての人としての成長もあるし、そういう成長を繰り返していくということに意味があるわけで、だからその初心者、まあ、よくねジムなんかでも初心者の人がやっぱりあのフリーウェイトエリアには行きにくいとかいう声よく聞くじゃないですか。あれもよくわかるんですよ。僕もね、あの始めた頃はもう行けなかったんですよね、フリーウェイトエリア、ダンベルとか使いたかったんですけど行けなかった。で、ああなるほどと、初心者の人が行きにくいっていうのはそういうことか。そういったやっぱり紙一重でね、あのやっぱりそういう初心者が上級者がいるところに混じってトレーニングするっていうのが恥ずかしいとかね、バカにされるんじゃないかとか、体もできてないしとかっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ逆にその上級者はね、やっぱりもっとこうそういう人たちもね、トレーニングもっとできるようにうまくねこう引っ張ってあげるといいんじゃないかなと思うんです。まあ、例えば小学生でね、1年生と6年生、まあ、一緒にね、学校に行くと、並んでね行くっていう時に、もう例えば6年生が1年生に向かって、お前なんかもうチビだしわけ分かってないしとかって言って放っていかないじゃないですか。ちゃんと、いや大丈夫ついてくるんだよって言って、ちゃんと手つないでねとかっていうふうに言って、あるいはそれでもできなかったらちゃんと本当横について手つないで連れていくようなことするわけじゃないですか。やっぱり子供の時から僕らはあの上級生が下級生を面倒見るっていうのはやっぱあったわけですね、文化として。だから僕なんかでもいくら知識がそうなっててもね、まだまだこう体としては、まあ、初心者から中級者にかけてぐらいだと思うんですよ。だからやっぱりまあ温かい目で見てくださいというかね、で、まあ、僕だけの話じゃなくてね、もう世間いっぱいにね、全体的に初心者トレーニーがトレーニングよししっかり頑張ろう、よし今日ももう一回やろう、もっと取り組みたいっていう風になるような、あ、まあ、先輩たちに、ね、なっていただければいいんじゃないかなと思うし、このフィットネス界さらに盛り上がるんじゃないかなと思うので、まあそういう風にね、ちょっとおすすめというかお願いしたいなという風に考えてます。はい、でだけど僕は頑張りますけどね、引き続きねしっかりやりますけどね、ちょっと昨日のスクワットでも足もガクガクなんですけれども、まああのちょっとずつですが頑張りますよ。はい、ということで、まあ、何が言いたかったのかよく分かんないですけれども、まあ、こんな感じで頑張ってますっていう動画でした。はい、ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。